清涼の役割はますます重くなってきた。わしらも心して支援せねばならんぞ。そもそもの話だが、清涼ってのはどういう組織なんだ？かあ、嘆かわしい。そんなことも知らんのか。清涼とは聖書を祀るミッドガンド教会の大麻部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大麻清涼。現在は大麻師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を清涼長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。清涼の王様が教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それがミッドガンド聖堂王国。清涼はその要であり希望の光なのじゃ。いやー、よくわかった。清涼がいかに巨大な組織かってことがな。今ミッドガンド王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が？国王はどうしたの？王は健在だが一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。ほん、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と清涼を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど。つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。
様のお話まだ？タイマシ様来るんだよね？きっとね。星稜のことで大事な発表があるって噂だから。私タイマシ様にお礼を言うんだ。ゴーマをやっつけてくれてありがとうって。そうね、感謝を伝えてみんなで協力しないと。うん、私も規則を守る。わがままは言わないよ。大した人気じゃの。真実を知らないかも。そうかい。むしろ皆タイマシが自分たちのために戦っておるという真実を知って応援しているように見えるなの。届いておるわ。王国民よ、ミッドガンド聖堂王国第一王子パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。だが命が朽ち、心が突き果ててゆかんとする地に奇跡の剣を持ち立つ者があった。あそこ登るのはいいが、ここで襲うのは無謀。誰やろう。アルトリウス・コールブランドである。アルトリウスの偉業は誰もが知っている。彼はローマに苦しむ民の救済に全てを捧げた。ご聖主の一宙たるカノヌシを降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺すな。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部。アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに祭謁を払い民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。
世界は最悪の痛みに満ちています。なのに私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと、医師という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志、これが災厄を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。全ての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるのに、あいつを殺すために。アルトリウス様を殺す、手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまするかな。名残惜しいじゃろうが、探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあの、皆の大願成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。奴の後ろにいたジジイがメルキオルだな。そう。奴らの情報を集めよう。何をしてるか分かれば隙をつける。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたいに。内陸には疎いが、アイフリードが懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、そんなものがある。とにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。お腹からすごい音がした。生きてる証拠よ、それも。
し、民を救い導く救世主、まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。同志アルトリウス様がいればきっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。同志アルトリウス、ずいぶんご大層な称号だな。アルトリウスはすでにミッドガンドにおける生息の実権を掌握していたが、この名を得たことで既存の権力構造を超えた民衆の希望そのものになったと言っていい。手強いどころじゃないな。それでも戦うの？当然よ。同志だろうが神様だろうが野良犬だろうが、あいつが仇なのは変わらないわ。歴史の本がある。ミッドガンド攻防史。約800年前、我が大陸は異大陸の軍勢に制圧支配された。ほとんど記録が残っていない以後の500年間を暗黒時代、クローズドダークと呼ぶ。300年前、この暗黒時代を終わらせ全土を再統一した英雄がクローディン・アスガード王である。クローディン、その名前どこかで。よし、今日の修行はここまでにしよう。ありがとうございました。それにしても兄さんの技ってすごく品があるよね。これは俺の師匠クローディン先生が作った剣技だよ。ほう、私もあんな綺麗な技を使ってみたいな。同じ型を教えたんだがな、なぜかお前は断りと違う蹴りや技が出る。体が勝手に動いちゃって。まったくお前は。だがベルベットはちょっと先生に似ているよ。先生もなかなか変わった人だった。いつも風変わりなマントを着ていてな。風変わりなマント？でも火のように強く、水のように周囲を潤し、地のように揺るがず、風のように自由で、今でも俺の憧れの人だ。私も会ってみたいな。それはもう無理だ。亡くなったの？ああ、先生は俺を守って、だから俺は。いや、本に書かれているのは300年も昔のこと。同じ人物のはずない。ベルベット、どうかした？ううん、なんでもないわ。クローディンって王様は随分強いやつだったんだな。それだけじゃないよ。歴史上で一番民を信じ、民から愛された王様って書いてある。ミッドガンド王国はそのクローディン王の一族、アスガード王家の末裔を名乗っている。アルトリウスに同志などという横行な称号を与えたのは、暗黒時代を終わらせた英雄王の栄光を再現しようという意図の表れかもしれんな。子供だましね。称号なんかで世界を変えられるなら苦労しないわ。そうとも言い切れん。重要なのは民衆が同志という称号に希望を見出し支持している事実だ。それは同志の名のもとに世界の意志を操作できるということだからな。全部承知で称号を受けたなら、アルトリウスの覚悟も半端じゃないな。あいつの覚悟なんてとっくに分かってる。あれだけのことをしたんだから。Thank you.